させていただきます。タイムキーパー高橋純一、坂田武文のリベンジマッチになります。 WBA 世界フライ級タイトルマッチです。大月ジョージで行われます。そしてこれより行われます WBA 世界フライ級タイトルマッチ、3名のスコアリングジャッジを、それでは今日のレフェリージャッジをご紹介しましょう。レフェリーはアメリカのラウル・カイス、ジャッジはカナダ、ガイ・ジュトラス、そしてフィリピンからシルベストレ・アバインザ、パナマからはメダルとビデアロボスがこのジャッジを行います。ジャッジ、フィリピン、シルベストレ・アバインザ。2度目の挑戦となります坂田武文。1年3ヶ月前、ロレンソパーラに敗れました。その悔しい思いを今日の一戦にぶつけます。WBA 世界フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、25戦全勝、17ノックアウト、112パウンド、ベネズエラ、 WBA 世界フライ級チャンピオン、アンディフィーテッド、ロレンソパーラー。4度目の防衛戦になります。チャンピオン、ロレンソパーラ。青コーナー、挑戦者、27戦24勝2敗1ドロー、16コント、112パウンド、競泳ジム所属、 WBA 世界フライ級第3位、坂田武文。無敗のチャンピオンからベルトを奪い取る坂田のリベンジマッチ、いよいよ始まります。レフェリー、アメリカ合衆国、ラウル・カイズ。どれだけこの時を待ったでしょうか。チャレンジャーの坂田武文、1年3ヶ月前このロレンソパーラに顎を砕かれ、そして夢にあと一歩届きませんでした。ボクシング人生をかけた戦い、2度目の挑戦になります。今度こそこの無敗の王者からベルトを奪い取る WBA 世界フライ級タイトルマッチ、坂田武文のリベンジマッチです。一回りも二回りも大きくなった自分を見てもらいたい、そう話す坂田。聖地後楽園ホールでの戦い、第1ラウンドのゴングが響きました。後楽園ホール、静かに左から坂田が追います。いよいよ竹原さん、はい、このリベンジマッチが始まりましたね。そうですね、楽しみですよね。なんかえらい落ち着きがあるんですよね、今日の坂田君は。なるほど、どのあたりにそれが見られますか。もう入場するときからもうなんか自信ですか、がみなぎってましたね。はい、さあ畠山さん、はい、今日の見どころというとどういうところになるでしょうか。そうですね、前回ね、あれだけこのチャンピオンのレオソパラをね、難攻不落と言われたチャンピオンを追い詰めましたから、今回そうですね、まあ、前回顎を割られたハンデがありましたからね、前半から、はい、それ前半だけ気をつければ、前回と同じように後半のラッシュがあればですね、今回もね、前回同様にのラッシュがあれば、今回はものすごい可能性は高いんじゃないですか。はい、両者ともに順調な仕上がりで今日の戦いを迎えています。それでは WBA ルールをご紹介しておきましょう。3ノック男性、採点はジャッジ3名で行います。グローブは今回は日本製の8オンスです。偶然のバッティングにより試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドロー、それ以降は採点によります。バッティングによりどちらかが負傷した場合は、故意の場合は2ポイント減点されるというルールです。しかし、はい、坂田選手はいいコントロールしてますよね。前回やっぱり顎を割られたわけじゃないですか、はい、ミニアッパーでね、やっぱりそういう経験をするとやっぱりなかなかね、中に踏み込んできないと思うんですよ、波のボクサーであればですよ、はい、怖くて、それやっぱりそういうの全く微塵に感じさせないくも最初からもうバンバン前に出ていきますよね、やっぱりあの左アッパー、左フックが打てないようにいいガードしてますよね、はい、あの顎を砕かれてしまったのが2ラウンドでした。その顎の骨折についてはもうあまり考えないと、次に折れたらまたその時考えようと、今は前に進むしかないんだと坂田は話します。とにかく勇気を持って今日も1ラウンドからアグレッシブに行きますと話しています。ヤングボディ、このボディは畠山さん、前回も効果的でしたからね。そうですね、やっぱり前半からコツコツ当てていけば、はい、後半必ず失速しますからね、あのボディもらうとね、前回はロレンソパーラ減量の失敗もありまして、本来の姿を本人は見せることができなかったと話しています。右からフックを振って左のフック、ここはかわしました坂田。やっぱりあれですね、前半こう今1ラウンド、まあ、何秒かしかあってないですけど、やっぱりあれですね、一つの動きにやっぱり自信が見えますね、やっぱりその世界チャンピオンで一度戦ったっていうこの経験でしょうね、はい、
坂田陣営はパーラをこれまで見てきて、あの対戦した時のイメージとほとんど変わらないと、だから何をしてきてもそれほど驚くことはないんだと話したが、左のフックを見舞いましたのはパーラ、まあ、前回同様いいプレッシャーかけてますよね、前へ前へと1ラウンド1ラウンドをまずは取っていくんだと話している坂田剛史。黒いトランクス、白いトランクスがチャンピオン、ベネズエラのロレンス・パーラ、こちらです。第1ラウンド残り10秒、追っていく坂田、左のボディを打ちました。第1ラウンドが終わりました。坂田剛史のリベンジマッチが始まっています。さあ、それでは今日の放送席をご紹介していきましょう。解説は竹原慎二さん、畠山貴則さんです。お願いします。よろしくお願いします。第1ラウンドを終えて坂田選手の調子というのは竹原さんどのようにご覧になりましたか。いや、いいと思いますよ、やっぱりね、去年負けてるんでぜひ勝って去年のリベンジを果たしてもらいたいですね。はい。さあ、そして畠山さんはどのような印象を持たれたでしょうか。昨年戦った第1戦よりもね、やっぱり緊張が取れてるんで、その分伸び伸びといつも通りのボクシングできてると思いますね。はい、はい。さあ、そして今夜は青コーナーサイドの解説にはジムの先輩でもあります佐藤おさんに務めていただきます。佐藤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そちらから坂田情報をしっかりと、はい、こちら青コーナーからより、坂田の情報をお伝えします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。という3人の元世界チャンピオンの解説で今日はお届けしていきます。WBA 世界フライ級タイトルマッチ。第2ラウンドのゴンが鳴りました。今ちょっとチャンピオンサイドの体がちょっと濡れているということで、今引き直して、さあもう一度第2ラウンドが始まります。立ち上がりは片原さん、かなり静かな感じで2人が入っていったようにも見えたんですが、そうですね、お互いに、まあ、落ち着いて戦ってましたね。下がった、はい、ここから坂田君はどうプレッシャーをかけて、パンチを当てていくからですよね。はい、はい、坂田はこの左の速いジャブから、そして入ったり出たりというような、そういったいわゆるボクシングを今日はやりたいと話しています。左のボディを打ちましたパーラー。後半坂田君は結構強いですからね。はい、前半それだけ追い詰めればいいんですけど、はい、前回の対戦で左のフックはよく当たるだろうと、そして右のアッパーもパーラにとっては効果的なんじゃないかと話しています。このあたり畠山さん、どうでしょうかね、パーラに対して何が効果的か。そうですね、とりあえず今やはりパーラが距離を取ってね、その距離で左ジャブをつきながら戦っているんで、はい、それやはりその首頭を振りながら的を絞らせずに前に入って、やっぱりボディから画面というのが佐賀選手の一番のいい戦い方かなと思いますけどね。そして畠山さん、左のボディが入りましたパーラ。この坂田にとってはこの第2ラウンドで前回は顎を砕かれてしまったという嫌な思いのあるラウンドですね。左フック、そうですね、そういうのってやっぱり本人は覚えてるものなんでね、やっぱり嫌なもんなんですよ。はい、嫌でも脳裏をよぎるであろうその1年3ヶ月前の悪夢、それを振り払いたいこの第2ラウンドです。同じようにボクシングをしたらパーラの方が分があるんで、どうしても打たれる覚悟で接近して追い詰めていく方がいいと思いますね。はい、坂田本人は相手を打つ時こそが自分の攻撃を仕掛ける時なんだと、その一つ一歩前に出る勇気を持って今日も前に出たいと話しています。左から坂田がついていきます。パーラの右のボディ、もう一度左をつきました。冷静にパーラを追っていきます坂田。ベネズエラのチャンピオンロレンソ・パーラ、左のフック坂田が左のボディを打って右のボディ。今回は坂田はパーラ用に右からのアッパーというのをよく練習していました。右から追っていきます。パーラは足を使う。チャンピオンのロレンソ・パーラも坂田との対戦はお互い噛み合うんだと話してます。右から左のフックを見舞いました。右のボディを打ちます坂田。今坂田選手のいい右ストレート入りましたね。ただですね、またボディを打ってきます。左のフックを返しましたが坂田がガードしている。左ボディ、いいボディだ。このボディは坂田前回の対戦でもパーラを苦しめました。もう一度左ボディ、しかしパーラも真っ赤のような左のダブル。第2ラウンドは残り10秒、鬼門の第2ラウンドを超えるか坂田。揉み合うようにお互い力を込めて離れ際に右を上げる左フック、いいボディも見えました坂田の第2ラウンドでした。両者の体格比較をご覧いただいております。
まあ、ロレンソパーラーが少し身長が低い、坂田の方が高い。そして脅威は前回に比べますと坂田は3センチ増しています。春先からパワーアップに努めてきたこの坂田武文、その力強さというのも今日は見せてもらえるはず。世界2度目の挑戦でベルトを巻くことができるんでしょうか。あっという間に第2ラウンドが終わりました。これから第3ラウンド、坂田にとっては1年3ヶ月前ロレンソパーラーに顎を砕かれたその2ラウンドが終わりました。冷静な表情、第3ラウンドに向かいます。第3ラウンドのゴーンが鳴り響きました。畠山さん、はい、第2ラウンドでは坂田のいいボディなども見えましたね。そうですね、あのチャンピオンの パンチ自体はチャンピオンの方が多く当たってましたけど、はい、まあ、それほど致命傷となるね、前回顎を割られたようなあれ致命傷となるようなパンチはまだ一発 もう今日はもらってないんでね、これから楽しみです。さあ高原さん、はい、このロレンソパーラの動きは去年と比べてどうでしょうか。まあ、去年は前半に飛ばしてきたんで、前半すごいなと思ったんですけど、はい、今回はあのスタミナを考えながら戦ってますよね。 なるほど。あまり前回の序盤より良くないですよね。そういう風に見えますか。動きは良くないですよね。はい、ジャンネスコミラヨシパーラ、坂田が左からついていきます。新田さん、はい、赤チャンピオンパーラサイドですが、とにかくね、先に先にもっと動いていこうよ、手を出していこうという大きな声が何度も何度も飛んでますね、はい。まあ、上々な立ち上がりという見方ではあるんですけれども、もっと自分から行かないとという声が飛んでいます。はい、やっぱり前回あのガス欠気味になったじゃないですか、はい、だから坂田のスタミナを恐れてこう配分して戦ってるんじゃないですか。うん、まあ、セーブしてるんでしょうね。うん、ただやはりセコンドサイドから見れば手が出ないというのが気になるというところなんでしょうか。物足りない感じがしますよね、セコンドから見ると。アクゴーナーサイドの情報は TBS の藤森翔平アナウンサーです。かなりパーラが見ていくというような感じ。左のフック、まあ、その代わりあれですね、怖いですよ、手は出せないんですけど、坂田選手に 入らせていて、カウンター狙ってるんですよ。なるほど、右も左も、確かに坂田が出してくるところに合わせていこうという、この辺りのボディーワークはパーラがうまい。だから坂田選手としてはやはりバランスですね、バランスを崩さないことです。バランス崩したらやっぱりパンチチャンピオンそこを狙うのうまいんで。そうですね、はい、チャンピオンはスウェーでかわしてやってるんですか、はい、坂田君はどうしてもあのチャンピオンに突っ込んでいくんですね、体が。それでカウンターをもらうんでちょっと危ないですよね。しっかりとガードを固めて新田さん前に出ます。新田さん、はい、青コーナーなんですが、はい、大竹トレーナーは手数を出せと、で、くっついたところで先に打てと、そういうことです。はい、という青コーナーサイドの佐藤治さんの解説。まあ、近い位置でショート系の連打をというのが大竹トレーナーの指示としてありますから、それを出していきたいんですが、老快なフットワーク、華麗なフットワークを持ちます。左のフック、ロレンソパーラの動きを止めたい坂田です。第3ラウンド、いいストレート、坂田がプレッシャーをかけて追います。青コーナーサイド、クリンチワークはチャンピオンのベネズエラのロレンソパーラがうまい。しかし坂田も追います。左合い打ち、左ジャンプを伸ばしていく、右のストレート、左ボディを打ちました。もう一度左ボディ、右のストレートを打ちましたのはパーラーです。坂田が序盤から果敢に攻めます。ちょっと打ち終わりに体が流れるところが気になりますが、坂田第3ラウンド終わりのゴングを聞きました。現在 WBA 世界フライ級3位につけています坂田です。右ボクサーファイター、これまでの戦績は27戦24勝10KO2敗1分けです。今日が2度目の世界挑戦になります。無敗のチャンピオンロレンソパーラーからベルトを奪うためにこの1年3ヶ月を費やしてきました。前回の対戦でロレンソパーラーに顎を割られ、顎の骨折、ボルトが6本入るというようなシーンもありまして、坂田10ヶ月のブランクもありました。しかしこのロレンソパーラーを倒すために、今日のためだけにずっと練習をしてきた坂田です。坂田コールが引きます。第4ラウンド、パーラーが大きな一発を狙っています。坂田としては小さいパンチを狙っていきたい。
いいジャブ、ジャブいいですね、このラウンドは。左のボディはパーラです。坂田の左キック、そして左パーラの腕が伸びました。かなり竹原さん、はい、パーラが本当にこうじっと見合って坂田の動きに合わせていくような感じですね。そうですね、どうしてもパーラの方がスピードがあるんで、その分余裕で見てしまうんですよね。だから坂田君はそういう時こそ手数で勝負した方がいいと思うんですけど、とにかく畠山さん、この左のジャブをまずついていきたいですよね、坂田としては。左ジャブをバンバン突こうですね、もうとにかくパーラはやっぱりあのスタミナ的にやっぱり不安があるんじゃないですかね。そうですね、自分から来ることないじゃないですか、はい、特に坂田選手の来るのを力を利用してカウンター合わせるあのスタイルなんでね、坂田選手はやっぱりこのままやっぱりジャブ、まあ、とりあえずジャブを突こうですよ、はい、ジャブからつなげて連打欲しいですね。左のアッパーです、パーラ。パーラが的確にパンチを当てていきます。新田さん、左伸ばしました、はい、赤チャンピオンサイドはね、まあ、先に動いていけという声変わっていないんですが、今出したようにね、右をいつものように出そうじゃないかという声も出していますね。大きなパンチを見舞っていきました。右はそれさん、はい、青コーナーなんですが、この調子でどんどんフェイントを入れながら追っていけということです。はい、僕としましてもあの頭を上体を振りながら、あのどんどん前に出て、手数を出してもらいたいと思います。はい、まだまだそういう意味では畠山さん、手数は足りないかなという感じですか、坂田は。左ボディ足りないとは思わないですけどね、まあ、パンチが思ったより当たってないなって感じがしますけどね、はい、まあ、数的にはこのぐらいでいいんじゃないですかね。左ボディガードしています坂田。思えば前回のこの4ラウンドで左のボディでロレンソパーラを苦しめたという坂田武史。右のフック、右のボディ打ちました。右のアッパーからの左フックがパーラーです。竹山さん、パーラーのパンチはやっぱり強いですね。はい、そうです、硬いですよね。硬い、まあ、そうですよ、この階級でね、25勝中に17の勝負ですからね、もう桁違いなパンチですよ。はい、そしてこう見てますと、竹山さん、パーラーが今日は去年と比べてアッパー系が多いですね。そうですよね、あの切れるアッパーですよね。はい、坂田がそれから出さないようにもう常に手を出さないとダメですよね。第4ラウンドも残りは30秒を切っています。坂田が追います。第1ラウンドからこのコースは変わりません。いいですね、ここからですよね、クリンチワーク。この辺りはチャンピオンパーラのうまいところ、逃げる、これはクリーンに入った、逃げるパーラ、いい右だ。今のは渾身の右ストレート、第4ラウンドが終わりました。坂田の見事な右ストレートが今日来ました。チャンピオンロレンソパーラのプロフィールもご紹介しておきましょう。現在27歳、ベネズエラの出身です。25戦25勝17KO 無敗、アマチュアでは278戦268勝10敗という豊富な経験を持っています。ロレンソパーラ、今日が4度目の防衛戦になります。スタイリッシュなテクニシャン、エステリスタという意味を持つパーラです。さあ、それでは第4ラウンド終盤の坂田のワンツー、このストレートは畠山さん見事でしたね。もうちょっと顎の近く当たってればね、もっと効いてましたね、倒れてるかもしれないです、はい、さあ第5ラウンド坂田のリベンジマッチ、これはもう面食らったというような感じでしょうか。パーラ、坂田が2度目の挑戦、世界への挑戦です。今宵夢の実現を選ぶんでしょうか。ジャンネボディからダブルを持ってきました。あ、このラウンドは坂田がかなり前に出ようとしています、いいですね、やっぱりね、はい、序盤からこれだけプレッシャーかけられると、やっぱ足使って後ろに下がってる選手はね、はい、これやっぱり精神的にも疲れますよ。なるほど、はい、となると畠山さん、坂田はこのままの戦い方でいいことでしょうか。このままでいいです、はい、このままでいいです。ミドボディからヒャノディ、逆に言えばこういう戦いをしないとダメですね、受けて受けてというチャンピオンロレンソパーラですが、それを凌駕し始めています。坂田、新田さん、はい、青コーナーなんですが、坂田ちょっと右の上を少し若干切ったそうです。切りましたか。はい、でも深くはない、そんなに心配するほどの気ではないということです。はい、という青コーナーサイドは自分の先輩であります佐藤修さんです。あ、ちょっと気になる情報が入ってきましたが、しかし前に出ます。いや問題ないです、見た感じに見えないんで、それほど深い、まあ、ちょこっと来ただけですね。はい、左に振った、この左の引き上げ、引き上げ、そしてヤモディパーラも肘でガードしています。追いかける坂田、
5ラウンドに来ていきなりエンジンがかかってきた。坂田真海、パーラが下がる、パーラが逃げる、そして坂田が追う。なんかパラ元気なくなってきましたね。急激に温度が落ちてきましたね。畠山さん、フリンジで逃げてますよね。ミラパー、しかし左の服を返しました坂田です。あ、少し右のまぶたの上あたりが少し赤くなっているでしょうか坂田。右はガードしました坂田。いや、抱きついてますもんね。急激にまたパーラの動きが落ちてきました。右から左の前に下がる。パーラが左を出した。そして右を打ち落ちます坂田。下がりますパーラ。まあ、絶対に、いい感じで当たりました。いい角度で左の服が当たった。たまらずパーラクリンチです。いいですね。プレッシャーのかけ方もいいし、高くも良くなってますよね。追い込みかけた左のボディ、左のボディ、そして右のフック、右のフック、左フック。場内が大きく盛り上がります。坂田の背中を押す。第5ラウンド、坂田の足が出てきた。効いてるボディ効いてるんじゃないですか。かなりボディに苦しんでいるか。表情がパーラ歪みます。坂田が左側にして左のボディ、右のボディ、坂田が押さえつく。坂田が追い込みをかけた第5ラウンド。いきますよこれ。いけますか畠山さん。いけますよこれ。無敗のチャンピオンを破って無敵じゃないことを証明したいと話していて、坂田左引く。追いかけます坂田。そしてパーラは下がる。ここはプレッシャーをかけて左引く。パーラの左引く。左アッパー、左ボディ、ダッキングにかわして右の引く。そしてもう一度右坂田。いいですね動きの畠山さん。坂田いいですね。どっちがチャンピオンか分かんないでしょ。それぐらい主導権をこの第5ラウンド持ち始めました。坂田会心のラウンドです。チャンピオンのロレンソ・パーラが今回は本来の自分の姿を、スタイリッシュな自分のボクシングを見せると話していましたが、それも何か叶わぬまま第5ラウンドを迎えて、そして第6ラウンドへとつながっています。セコンドサイドは少し慌てている様子も見えます。まさかという表情がチャンピオンサイドには見えています。第6ラウンドに入りますが、第5ラウンドの坂田のボディ、このボディは、そして左のフックもフォローしていく。今日は連打もよく出ています坂田。ラウンド6、非常に畠山さん、はい、今日の坂田の連打、しかもショートの連打が目立ちますね。いいですね。まあ前回とそんな変わらないですよ。前回ね、はい、顎の骨打っちゃったから、あれしましたけど、はい、これはできるんですよ。またしてもチャンピオンを追い込みます。チャンピオンのロレンソ・パーラは前回についてこう話しました。前回は坂田が強かったわけじゃない、自分の体調が悪かっただけなんだ。それについて坂田はそんな言い訳を今日はさせないような試合をしますと話していました。その通りになっている。坂田が追い込む。ただここで相手が疲れている時に、相手の距離を取らしちゃダメですね。そうですね。今まで通りプレッシャーかけて追い詰めて疲れさせないとダメですね。やはり竹原さん、坂田本人も話していましたけども、この辺りのずる賢さっていうのはパーラにはあって、やっぱりそれには付き合っちゃいけないと本人も話してますね。そうですね。クリンチワークとかうまいですもんね。まあアマプロ通じて300戦近くやってる選手ですから。そうですね。それやっぱりね、初心なはずはいけないですよ。はい。このラウンドは下がって逃げるパーラです。新田さん、はい、赤チャンピオンサイドはね、今日の試合初めてね、ラオントレーナーがいつもと違うぞ、どうした、もっと動かないと焦っているのかというコメント、そして小さく平手打ちでカツを入れましたよという赤コーナーサイドの情報。あっと、チャンピオンのパンチが当たった。坂田の顎が跳ね上がった。第5ラウンドは攻めた坂田。こういうのがね、ちょっと劣勢でもね、こういういいパンチが何発かポンと入ると、はい、ボクシングって不思議なもんで、それだけで体力を回復するってことあるんですよね。なので、やっぱり坂田選手としてはチャンピオンのパンチ、軽いパンチもね、やっぱり一発でも少なくもらわないっていうことを考えた方がいいですね。またジャッジの印象というのも畠山さん変わりますもんね、そういうパンチで。左ボディから右ボディ、前回は12ラウンドの死闘の末判定で敗れてしまった坂田武史、そういう意味では明確な勝ちを今日は狙いに行くんだと話しています。チャンピオンが逃げます。このチャンピオンの逃げを高原さんはどうご覧になりますか。いや、これはうまいなと思いますね。さすがにベテランと思いますね。ただ坂田君はこう下がってる時にちょっと強引に体勢を崩しながら打つところがあるんで、それをまあ、ね、ジャブつきながらやっぱり強引じゃなくて徐々にいった方がいいですね。はい、このジャブです。このジャブをついていきたい坂田。しかしパーラが逃げる。右を巻いていきます。
アウトボクシングでもインファイトでもできるというチャンピオンのロレンソ・パーラ、左が当たった。しかしパーラも左を返す。冷静に見ていきます。パーラ、パーラが逃げる。体を合わせました。サガタ頭をつけて、サガタここは時間を使います。パーラ、スイッチじゃねえよって感じですね。右でガードしました。サガタです。フリンチが多いんで、もうちょいフリンチわざと刺してアピールするしかないですよね。あ、なるほど。このラウンドは完全に体力の回復を待っているような、そんなパーラの動き。坂田が追いかけます。左ボディまたクリンチです。パーラ、それだけチャンピオンも苦しいという坂田との対戦。フック、最後の最後にパンチを当てました。坂田です。今日は坂田の世界戦になっていますが、亀田光輝選手も会場に、東洋太平洋チャンピオンの亀田光輝選手も来ています。こちらでお話を伺ってみましょう。はい、同じジム同じ階級の亀田光輝選手がどう見ました今日の試合、世界戦は。まあ、今のところパーラーもだいぶスタミナ増えてきてるから、このまま行ってほしい、はい、ガンガン行ってほしいな。坂田選手の動きとしてはどうですか。まあいいと思うよ、もし何か声をかけるとしたら何をかけましょう。もうここまで来た気持ちやな、根性出して頑張ってほしい。そして間近で見る同じ階級の世界戦はどうですか。まあ俺が戦うわけちゃうからな、じゃあこの後もぜひリングサイドで、はい、というジムの後輩に渡ります亀田光輝選手からの強い言葉もありました。坂田の冷静な表情です。第7ラウンドのゴング、左の強い拳を見舞います。パーラ、竹原さん、はい、パーラが6ラウンドからこの足を使うというスタイルに変えてきましたよね。そうですね、足使って逃げるだけじゃなくて左を当ててるんですよね。なるほど。せめてあの左を殺して、まあ、プレッシャーかけていけばいいんですけど、はい、結構素直にもらってるんで、ここを頭振るなり考えてやってほしいですね、はい、ダメージはないんだけどね、あのジャッジの見栄えがやっぱ悪いんですよ。そうですね、前に攻めてはいるんですけど、この小さな回転の左ボディはよく当たります。確かに12ラウンドを考えた場合に挑戦者ですから、引き分けでもチャンピオンの防衛になってしまう。もう畠山さん、確実にポイントは取らなければならないわけですからね。そうですね、10対10じゃダメなんですよ。10対9で、ね、ラウンド各ラウンドしないと。終盤のラウンドに入っていく第7ラウンド、再び流れを変えたい坂田。ウィナッパーから左フック、パーラが足を止めてくれればチャンスがありますが、逃げパーラ左、もう一人ボディ、このボディで畠山さん動きを止めたいですね、はい、さっきはもう間違いなく止まりましたからね、はい、第5ラウンドは止まりました。左当たった、また動きが止まった。パーラボディまた効いたんじゃないですか。さあ左、パーラの動きが鈍くなる。結構コーナーに詰めてるんですよね、だからそこからもう出さないようにやっぱり攻撃してほしいですね。はい、一人ボディ追います。坂田右を伸ばしていきます。左を引く、ボクシングでは採点としてはクリーンエフェクティブヒット、的確にして有効なパンチがあるかどうか、アグレッシブかどうか、ディフェンスはどうか、そして試合運びはどうか、この4点が採点に影響するわけです。左を合わせますパーラ。そういう意味では武田さん、有効なパンチというとパーラがこの6、7は持ってますかね。そうですよね、下がりながらもやっぱりあの的確なジャブ合ってますからね、やっぱ坂田君が前に行ってボディから上、上からボディですよね、はい、右左と追っていきます。坂田のパンチも伸びてくる。畠山さん、はい、試合運びとしては坂田のペースと言ってもいいんでしょうか、どうでしょう。いや、まだどちらのペースとも言えないですか。あのパーラーはこういう戦い方も慣れてますしね、当然そのもちろん本人が言ってるようにインファイトもできるんですけど、はい、まあ、坂田選手とやる場合はミルクルこのアウトボクシングの方がいいっていうふうに自分で選択したんですよね。5ラウンドに坂田の猛攻を受けて急にスタイルを変えてきましたロレンソ・パーラ。下がってパンチを打つ、ポイントで逃げ切ろうというようなボクシングの展開をしています。坂田が追う、右ボディ、ダッキング右のフック、左アッパー、そして右のストレートボディです。左を伸ばしました坂田。坂田は無尽蔵なスタミナを持っています。ダッキングストレート、ワンツーと持っていきました。左アッパー、パーラです。第7ラウンドが終わりました。慣れ親しんだこの後楽園ホールでの世界タイトルマッチになりました坂田武文。
1年3ヶ月前のあの悔しい思いを晴らすためにこのリングに上がりました。相手はロレンソ・パーラ。ロレンソ・パーラからベルトを奪わなければこれからの僕のボクシング人生に意味がないと話します。満を持しての2度目の挑戦になった坂田、第8ラウンドを迎えます。おえどもおえどもチャンピオンが足を使って逃げるというようなそういったシーンが繰り返されています。そしてリングサイドには広島県安芸郡府中町出身の菊田トンさんの姿も見えています。坂田武文選手とは同郷です。第8ラウンドのゴングです。まあいい戦いしてますけどね、はい、まあ、どっちにしろお互いこれからですよ、はい、この後半5ラウンドですね。畠山さんはこの試合の決め手となるというとどういう部分を見てますか、この後半は。そうですね、やはりどれだけパーラーの足が止まって坂田選手が自分の接近戦でですねパンチを当てられるかということですね。はい、竹原さん、はい、パーラーはこのまま足を使って逃げ切るということはできるんでしょうかね。そうですね、やっぱりそれ逃げ切らさないためにやっぱ坂田君がプレッシャーかけて左もらわずに、うまく叩かないとダメですよね、はい、このままでいけば多分パーラーのスタイルでペースになっちゃいますよね。なるほど、左ボディちょっと手数を出せませんか坂田。もう完全にアウトボクシングしてますね。してますね。このアウトボクシングに畠山さん対抗するにはどういう、これはいい右ストレート。そしてパーラークリンチ。三田さん、はい、アウコナーです。アウコナー、空振りをせずに、勇気を持って前へ一歩踏み込んで打っていけるということです。という青コーナーサイドは佐藤修さん。あとはですね、どうしてもこういう足を使う選手っていうのはですね、一発一発大振りになりがちなんですよ、はい、なのでぜひともここはですね基本に帰って、やはり左ジャブから小さいパンチから大きいパンチを当てていくっていうふうな指示が欲しいですね、やっぱどうしてもね足使うこういう選手でかくなっちゃうんですよね、パンチが。なるほど、確かに大竹トレーナーはパーラのパンチには振りが大きいんだとそういうふうに見ています。だからこの近づいてこの左ボディ、そして小さなショートの連打でいきたいと話していました。パーラが左を伸ばします。三田さん、はい、赤チャンピオンサイドはね、まあ、パーラはこう足を使ってアウトボクシングやっていますが、いつものようにワンツーから中に入っていけという声を飛ばしてるんですよ。チャンピオンなんだからもっと自信を持っていかないとっていうコメントまで出てますからね。試合前にはパーラは今日は接近戦でいくと話していました。その中で自分の一方的な試合になるだろうと自信を持たせていましたが、全く戦前のスタイルとは変えてきたこのパーラ。それだけ坂田のプレッシャーを強く受けているということでしょう。坂田が追います。左1ラウンドからずっとこの坂田がパーラを追いかけています。逃げるパーラ、追う坂田、パーラが逃げながら待てる。左を追います。そして突くところクリンチ、うまいですねボクシングが。ベネズエラの英雄チャンピオンのロレンソパーラ、こうした後ろを巻き込んだ坂田。スタイリッシュなテクニシャンというエステリスタという異名を持ちます、このパーラですが、左のボディを、うわっと左のストレート、パーラが入った。坂田は前回の試合ではこのパーラの拳を上げて顎を骨折したというシーンもありました。逃げながらパーラが的確なパンチ、おっとパーラの回転数も上がってきたが、第8ラウンド坂田が追います。もう一歩決めていかないか坂田武史。第8ラウンドが終わりました。坂田の挑戦はいよいよ9ラウンドに入ります。第8ラウンド中盤の右のストレート、大きくパーラの頭が飛ぶというシーンがありました。坂田コールも響いています。後楽園ホール、後楽園ホールで今宵坂田新チャンピオン誕生の瞬間を迎えるんでしょうか。少し左の目尻のあたりが切れています坂田。右も左もどうやら切ったようです。ラウンドライン終盤に入ってきました。第9ラウンド坂田の世界挑戦。パーラが右を出した、またパーラ足を使う。坂田右を振ります。坂田の左、そして右のボディとちょっとロブの銃が当たられたでしょうか。頭を振って坂田が追います。
なかなか畠山さん、このパーラが逃げ、坂田が追うという展開なんですが、もう一歩決めていかないですね。そうですね、まあ、お互い決め手はないんですけど、お互いない、パーラも決してないですよ、決め手は、はい、ただその軽いパンチではあるんですが、この左の、ね、リードパンチが当たってるっていうので、やっぱり点数をどっちかに優越をつけなきゃいけないとすれば、はい、パーラに行ってしまうかなっていうラウンドが多いんですよね。なるほどね。やはり伊達にプロアマ通じて300戦を超えるキャリアというのは持っていません。左のショートが合わせました。カウンター、ファーラがまた逃げる。あっとファーラの左のフック、坂田左、そして右の打ち下ろし、はい、近づくとこのようにファーラがクリンチで逃げます。ファーラの左足をうまく使います。ファーラ体を振っていく、左のボディーアッパー、この挟み込むようにしてファーラが逃げます。ショートの得意の連打を坂田は打ちたいんですが、チャンピオンが差し込みません。チャンピオンの強いパンチ、うまいですね、チャンピオン。ロブスに今のはロブスの注意が与えられました。左のフックは坂田がガードした。そして左に回して左のボディ、パーラもガードしています。これデフに何か、ね、注意でも与えてやんないと、左のボディここですね。これ完全に手持ってますよね。そうですね。右のボディです。ここで強引に、ナイスボディですね。ここで強引に離して打つぐらいの、はい、はい、左に伸ばしています。左、そして右のボディ、左に伸ばします。坂田追いかける。さあ頭が引いた、左引く、右のボディです。またファーラがクリンチ。坂田君もクリンチされた時に同じようにレフリーが止めるまで休むんじゃなくて、もう突き放していくしかないですね。もうこの人、はい、坂田が左をついていきます。右を返しました。パーラ左アッパー、まあ、両者ともに疲れてくるこの第9ラウンドになりますが、畠山さん、坂田としては本当にもうずっと前に出てほしいですね。いや、もう行くしかないですよね、本当に。これ勝つと負けるとは本当人生が変わるんですから。そうですよね。坂田選手は行くしかないです、はい、金平会長も坂田にとって今日が人生のターニングポイントになるんだと話して送り出しています。前回果たせなかったチャンピオンになるという約束を今度こそ果たしたいと話していた坂田武文、その思いが届くのかどうか。パーラを追い詰めるシーンというのもありました。ただそこからパーラが逃げる展開、左に引く、ボールが伸びてきた、ボールを回します。残り10秒、第9ラウンド、右のボディからパーラ、右ラッパー、そしてワンツーを出します。また左、こういうのがね、見栄えがいいんだよね。そうですね、左、最後は坂田の左が伸びました。いよいよ残りラウンド数はあと3ラウンドになります。両者ともに疲れてくるこの第9ラウンドを終えて第10ラウンドを迎える場面、決して戦う前のあの余裕のある表情というのはありません。チャンピオンのロレンソ・パーラ、もうなりふり構わず4度目の防衛を果たそうとしています。足を使ったボクシングを展開、残りの3ラウンドはどのようにしていくのか。チャンピオンのロレンソ・パーラ、このパーラから坂田はチャンピオンベルトを奪います。残りのラウンド数はあと3ラウンド、坂田の挑戦は残りあと3ラウンド。2度目の世界挑戦で夢にまで見たあのベルトは手に入るんでしょうか。第10ラウンドです。もうここからは畠山さん、はい、坂田としては完全にポイントは取りに行かなければならない。取りに行かなければならない。1ポイント取られても、取られることは許されないですね。ポイント的にはやっぱり劣勢です。はい、竹原さんはどのようにご覧になってますか。そうですね、まあ、チャンスがあればもう力づくでもいいですよ。もう突き放してもう打たないとダメですよね。クリンチでも何でも右、そしてジャンデボディ、そしてここでクリンチ離した。ここで離してもう強引に離す。右アッパーから左に引く、ここで離さなければならないわけですね。新田さん、はい、青コーナーです。大竹トレーナーはあと3ラウンドしっかりポイント取ってこいということです。はい、この終盤でポイントをまずは取ってチャンピオンを追い詰めたい。佐藤さんのリポート、左で追います。10ラウンドに入って坂田が回転を上げてきた、スピードを上げてきました。スピードではスピードに対抗すると話していた坂田。ミラパー、もう一度ミラパー、もう一度ここは一旦フェイントを入れてパンチを見割っていこうとしましたが、ダメ、やり合わせます。全部ボディアッパーは坂田、パーラが見合って左アッパー、足をガードしている。坂田が飛び込みました。
下に服です。ラクを切りました。右の内側からラクを切る。はい、もう10ラウンドです。相手も多分ものすごくきついと思うんですよ。坂田にもうここで相手がきついんですけれども、自分ももう目いっぱいやってもらいたいですね。はい、アウトドアスタイルは佐藤修さんです。今回のテーマは心を折る、パーラの心を折ることがテーマなんだと坂田陣営は話しています。新田さん、はい、赤チャンピオンサイドはね、ちょっとここまでは、まあ、チャンピオンなんだから大丈夫だという声と、ポイント難しいかもしれないなという声分かれてますね。おー、なるほど。まあ、あの作戦としてもやっぱり変わって、指示は変わってなくてですね、なんで自分のいつも通りのスタイルを取らないんだという声が飛んでいます。はい、という赤コーナーサイドの情報もありました。足を使って逃げるというこのパーラの戦い、坂田がそれを追いかけます。右のアッパー、坂田空を切りました。そして右の打ち下ろし、この回転数、ここから上げていきたい坂田。チャンピオンになりたいという強い思い、それが坂田を駆り立てます。ここから強引にいくわけですね。ここから強引にいくということですね、高田さん、はい、右から左を伸ばします。左合わせてきたんでボディ、いいよ、このラウンドいいですよ。リズムに乗りたい坂田、右の服を見舞いました。パーラです。坂田が向かう左のショートコーナーだったでしょうか。パーラ10ラウンドも残すところ10秒を切っています。クリンチで逃れるパーラ、10ラウンドが終わりました。坂田剛海選手のお父さん直文さんと弟の安尾さんの姿も見えています。家族が見守る中で2度目の世界挑戦、この家族とも果たして世界チャンピオンになるという約束、その約束は果たせるのか。答えは残り2ラウンドの後に出ます。前回は2ラウンドで顎を砕かれ、そして血みどろになって戦っていた坂田剛史、今日は少し両まぶたを晴らしていますが、まだ綺麗な顔をしています。残りは2ラウンド、運命の2ラウンドとなるんでしょうか。坂田にとっては人生を変える残りの2ラウンド。またパーラが逃げると坂田がプレッシャーをかける。10ラウンドからお下に引く。10ラウンドあたりから畠山さん、坂田の動きまたペースが上がってきましたね。はい、もう行くしかないんですよ。はい、人生をかけた6分間ですよ。本当に、何があるか分かんないですからね。はい、本当最後まで気抜かずに攻めてほしいですね。坂田も話します。ちょっとした差で世界チャンピオンになるならないのが、あっとここでノーブローの注意、そして減点が与えられましたか。パーラに1点減点、これは坂田に追い風だ。ここで畠山さん減点ですね。これがどう作用するか。はい、ジャブク逆にチャンピオンのパーラがですね、この減点によって焦ったとすれば、はい、当然打ち合いに来ますよね。そうですね。そしたら坂田さんの主にもチャンスあります。はい、竹原さんどのようにご覧になりますか。まあ畠山さんが言ったようにその通りなんですけど、もうちょい早いラウンドで減点を取ってもらってもいいかなと思ったんですけどね。パーラにローブローの注意とともに減点1が告げられました。坂田にとって追い勝つとなるか。2度目の世界挑戦、ここで突き放して、カウンターが当たった。これはパーラ効いた。パーラがしながらかかった。追い坂田11ラウンド、このラウンド切るか。減点1点取ってますからね。このラウンド10対9で取れば、はい、減点分と合わせて10対8になります。あ、そうですね。はい、大きなラウンドを迎えかもしれません。坂田、坂田コールが今日一番響きます。遠中の方が右が伸びた。そしてたまらずクリンチはパーラ。坂田は話します。勝つと負けるとではボクシングの世界において大きく違うんだと。勝って僕は世界チャンピオンになるんだと話します。その思いは届くのか。ミロディ皆さん、はい、今非常にいいペースになってきてるんで、このままもうもっとどんどん手を出してもらいたいですね。はい、佐藤修さんの激励もあります。その通り、ここで行かなければならない坂田。
チャンピオンになるという夢を叶えてくれ。左を伸ばす、追い込む、右から逆ボディ、そして左、小さな連打を狙う坂田。セコンドだ、時間前レプロサイドに上がっている。そして第11ラウンドが終わりました。坂田運命の12ラウンドを迎えます。チャンピオンになるか。11ラウンド終盤、坂田の左、このフックで完全にパーラは足に来ました。ぐらっと倒れそうになったパーラ、可能性を残しています。世界チャンピオンになりたい、その一心で今日まで来ました。坂田の残り3分です。パーラに11ラウンドローブローの反則がありましたので1点減点。ラウンド2ラストラウンド、ラストラウンドを迎えます。坂田武史の前にこの3分後に待っているのはチャンピオンか、それともそうでないのか。これはもう言ってもらいたいですね。流れは坂田に来ています。坂田さんどうですか、パーの動きとしては。いやもう疲れてる、疲れてる、疲れてますか。あーここで注意が与えられていますか。あーパーラのグラブのテーピングが少し外れていました。わあこれはちょっと坂田にとっては嫌な時間になりますね。畠山さん、これわざとやってんだと思うんだな。わざとやってね。僕も世界戦の時やられたんですけど。あそうですか。結構嫌なもんですね、自分が優勢の時にこう休む時間を与えるのは。やはりそれだけ先ほど11ラウンドの終盤のフックが効いていたところでしょうか。また左のフックか、小さくパーラの顎をかすめました坂田。無敗のチャンピオンを追いついている坂田。いい角度でボディも入っている。チャンピオンフラサフラサだよ。完全にチャンピオンは疲れています。左から右、坂田追い込め、よし決めて、これもいい角度だ。もう休まずに止まれたいですね、うん、坂田チャンピオンへ向けて左ボディ。坂田の強い思いは、強い思いは結果として結びつくのか。パーラが逃げる、坂田が追う。ラストラウンド残り2分。伊藤さん、はい、青コーナーです。青コーナーはコンビネーションをどんどん打っていけということです。そうですね、僕もこのままでも最後なんで。もっとやるく、パーラの意地が見たい。3発4発ですね、1発2発はこのチャンピオン目がいくんで当たらないんで、はい、3発4発ですよ、1、2、3、4っていうコンビネーションですね。試合チャンピオンやめた、坂田追い込め。チャンピオンが、チャンピオンデルタが残り1分35秒待ってるはず。右のボディ、坂田が出る、あっと左のアッパーで迎撃しましたが、パーラ目が、今のアッパー一発で切りましたね。右の目から失血です。坂田の右目が失血、右バッターです。右を目指しました坂田。いいっすよ、いいっすよ。次に坂田がプレッシャーをかけるという展開。しかし坂田選手のスタミナはすごいな。常にそのスタミナというのを鍛えてきています。無尽蔵なスタミナを誇ります。坂田自慢のこのスタミナ、チャンピオンパーラを追い込んでいる。全く衰えないですね、自慢だから動きが。坂田がパーラを追い込む終盤、坂田がパーラを追い込んでいる。さあ出る坂田、チャンピオンベルトに向かってパーラに挑んでいきます。残りは30。坂田の耳にも後楽園ホールの声援は届いているはず。左を伸ばしていく、右のボディ、坂田右手から左、追い込む坂田、連打の場が出ます。残りは15秒、必死の競争に坂田が向かっていく。残りは10秒、左を落としたパーラ、坂田左で追う。
ナイスナイス、いい痛みを引き集まって第12ラウンドラストラウンドがありました。坂田確信している、逃げ拳を浴びている。結果は判定にもつれ込みます。坂田武文の2度目の世界挑戦、ラストラウンド12ラウンドが終わりました。どちらに勝者のコールは上がるのか。畠山さん、最後も壮絶でしたね、この試合は。壮絶、もうこれどっちかは、まあ、僕は素人なんでちょっと分からないですね、ジャッジの方は。竹山さんもどうでしょうね。そうですね、まあ僅差なんですけど、はい、パーラの下がりながらのジャブをどう取るかですよね。あの効果的なパンチを取るのか、そうですね、それとも坂田のアグレッシブさを取るのか、採点表が集められて、これから結果が発表されます。家族も見守る中、新チャンピオンの誕生となるのか。パーラか、それとも坂田か、運命の採点をさせていただきます。ジャッジ、シルベストレ・アバインザ、114対114、ドロー。ジャッジ、メダルのビジャロゴス、114対113。ジャッジ、ガイン・ジュトラス、115対113。以上、2対0のマジョリティディシジョンを指して勝者、WBA 世界フライ級チャンピオン、ロレンソ・パーラー。坂田武文、2度目の世界挑戦も、パーラの前にその夢は散る。2対0の判定をもちまして、4度目の世界防衛を果たしましたロレンソ・パーラ。またしても思いは届きませんでした、坂田武文。去年の雪辱ならず。さあ畠山さん、今日の試合振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ個人的にはね、もうこんだけ素晴らしいファイトを坂田選手に勝たせてあげたかったっていうのはありますけどね、僕がジャッジなら坂田選手が勝ってます。竹原さん、どうでしたか。そうですね、やっぱ攻めはいいんですけど、あの時にパーラのうまさでジャブをもらったじゃないですか、はい、やっぱあれが痛いですよね、はい、2倍がジャッジする場合は2倍がいいんだよね、アイブシは、はい、坂田武文の2度目の世界挑戦、ロレンソ・パーラに対するリベンジマッチ、リベンジなりませんでした。前回同様、今回も僅差の結果となりました。1人が引き分け、そしてもう1人が1ポイント差と2ポイント差という2対0の判定を持ちまして、このロレンソ・パーラーが勝ちました。やはりプロアマ通じて300戦のキャリアを誇ります、このロレンソ・パーラーの老快な逃げながらも当てるというテクニック、これがレフリーの、そしてジャッジの印象を良くしたようです。坂田の健闘虚しく、その世界チャンピオンになりたいという思いは届きませんでした。家族もお父さんの直文さん、そして弟さんの安藤さんも信じられないという表情。輝くこのベルトを巻いているのはロレンソ・パーラ。坂田武文のその姿は今回も見ることはできませんでした。無敗の王者ロレンソ・パーラ、 WBA 世界フライ級のタイトルを4度目の防衛となりました。それでは見事4度目の防衛を果たしました WBA 世界フライ級チャンピオン、ロレンソ・パーラ選手です。おめでとうございます。おめでとうPero ante todo gracias a todo el público de Japón por haber asistido a este gran combate, esperando que haya sido de su agrado para ustedes, y contento, feliz pues de haber tenido mi tercera defensa, cuarta defensa consecutiva, y decirle a todo el público de Japón gracias por el apoyo, y decirle a todo el pueblo de Venezuela que aquí tienen campeón para rato. Gracias.
今日はあの試合見てくださってありがとうございました。またこうやって日本に来れて、そして4回目の防衛ができて、私は非常に嬉しく思っております。皆様のご声援に対して本当に心から感謝しております。ありがとうございます。前回の坂田選手との1年3ヶ月前の試合も激しい戦いでしたが、今回もまさに壮絶な試合だったと思われます。Bueno, fue una vez una pelea bastante pareja, donde el ganador, bueno, lamentablemente fui yo. Decirle a todo el pueblo de Japón que gracias por haberme apoyado y por haber asistido a este gran combate. Y siempre el japonés, pues, dándome gran espectáculo y dándome gran pelea. Y felicitarlos a todos. Gracias.あの確かにこの間も、そして今回も非常に大変苦しい試合ではありました。でも皆さんの応援で勝つことができました。ありがとうございました。前回に比べて今回の坂田選手の印象いかがでしたか？Digo que tengo la misma impresión de él, un buen peleador y esperaremos el gran combate para una vez. 印象に関してはあのこの間と同じです。とてもいいボクサーだと思いますし、そして強いボクサーだと思ってます。これで26戦全勝でチャンピオンノードを進んでいます。今日集まったファンの皆様に一言お願いします。Quiero decirle a todo el pueblo de Japón.Gracias por el apoyo que me han brindado y decirle pues que estoy contento por el gran apoyo que siempre me han brindado y decirle que aquí tiene un campeón para rato. とにかく本当に応援ありがとうございました。皆様に対して大変感謝しております。あのこうやってチャンピオンにまた、防衛できて嬉しく思っています。見事4度目の防衛を果たしました WBA 世界フライ級チャンピオンロレンソ・パーラ選手でした。1ラウンドから挑戦者の坂田武文選手が攻め、ロレンソ・パーラが逃げて当てて逃げるというそういった展開となった今日の一戦。またこれも一つボクシングの形です。さああと一歩また坂田選手としては及ばなかったわけですが、畠山さん、はい、今日の坂田パーラこの両者どうだったでしょうか？そうですね、坂田選手は前回も頑張りましたけどね、今回も前回以上にあの素晴らしい試合したと思うんですよね。本当にジャッジもね、これあのどっちに転んでもいいような試合ですね。今日はたまたま、まあ、今日もたまたまというかパラが勝っただけで、ただ、まあ、坂田選手もこれからねまた再起するとしてやっぱり足りないところがあるはずなんでね、そこをやっぱり自分なりにこの試合を見て参考にしながらまたあの頑張ってね、レベルアップしてもらいたいなと思いますけどね。はい、武田さんはこの坂田パーラ両者をどのようにご覧になったでしょうか？そうですね、まあ、突進型の坂田